はい、こんにちは、ジャマです。今回は初めの一歩をファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、躍動する力、こちらの、無料ガチャがあるんで、今回はねこれを引いていこうと思いますという感じなんですが、まあ先に熱拳からいきましょう。いけ。さあどうよ、熱拳でまずは、何が引けるかですが、あーなんと星6が1個もないね。まあ星6っていうかメモリアルサポカはあるけど、チャンピオン剣玉なしということですね。まあちょっと今回はいまいちだったな。はい、じゃあ無料分いきましょう。躍動する力ですね。星10装備はまあ今使ってるやつを選んでおく。でここはまあせっかくなのでウォーリーにしておくか。あれ、あ、いたいた。オッケー、引いてみましょう。いきます。さあ、まあまあまあここでねちょっとレッツコンプラスのウォーリー出てくれるとは思わないが、出てくれたら嬉しいよねぐらいの気持ちで。まあただあれか、紫のベルトがないのでダメですね。はい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 、うむ、なんとも反応しにくい引きだな。お、モードがチェンジした。原初の力モードか。15万で追撃できるんであれば、まあ、ちょっとね気になるところではあるが、レッツコンプラス 1.32% かで、中身としては、ポイントとかも入っちゃってるので、まあそんなにいいガチャでもないのかなってとこですね。はい、じゃあちょっと重ねちゃいましょうか。まあ、一括でくっつけられるやつはまずくっつけておく。で、他はちょっと手動でくっつけていきますか。また青で幕の内、こちらが27になりますね。あ、26か、26になりますね。そしてだ、あ、これもか、スマッシュ、新人王ですね。はい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 、オッケー。あとはおっ、ちょっと待って、触っちゃった。伊達さんか、伊達さんも3枚やって、こっちはプラ27に上がると、オッケーオッケー。まあそこはそんなもんか。でアーニーと宮田くんですね、こちらも上がる。あとはあれか、マシバと宮田、マシ宮田じゃない、マシバと木村も、まあどっかで引いてたと。はい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 、とりあえずこんなもんか。あとは、星6、動画外熱拳ガチャとかで拾った分があるとすればという感じですが、あ、そうだね、一歩の母ちゃんとか、医者真田とか、初期の宮田くんとか、あとあれか、幼少期の一歩宮田、この辺りがあるので、まあちょっとくっつけていくか。どこだ。探すの大変なんだよな。真田くっつけましょう、まず、医者真田くっつける。さらに少年一歩宮田がこの辺にいるだろう。少年一歩宮田どこだ。あれ、いつも見失うんだよな。あー、いたいた、少年一歩宮田くっつけてプラ16まで来る。はい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 、さらに、一歩の母ちゃんもいたな。一歩の母ちゃんはどこだ。ここか。あー、ここ5枚必要。ちょっと遠いね。あとなんだっけ、あ、初期宮田か。初期宮田イラストどういうんだっけ。
あれ、あ、これだ、初期宮田。これでいくつになる、プラ8か。よしよしよし、こんなところ。そうだね、こんなもんかな、とりあえず。ちなみに、あー、ここは1枚足りないね。ほい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 、オッケー。じゃあちょっと絆見ていきますか。まずは奇跡を生むのだ、アーニーグレゴリー戦ね。はいはい。そして、京都、これに関してはあれか、沢村とマシバのユニゾンが、レベルが上がったことで、まあ、一気にね、いや結構上がるな一気に、レベル結構上がりましたね。 OK、でさらに、こちらも、ユニゾンのねマシバ沢村絡みなんで、一気に上がる。お、なんかレベル抜いたな、技ゴン。でヒットマンスタイル、これもね沢村、マシバ絡みということですね。ユニゾンの力、ユニゾンの力も沢村マシバ絡みで上がった感じか。一歩と宮田くんが一番、低くなっちゃったね、こうなると。で死神再び、あ、意外とここ絡みの絆多いんだね。はい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 、なるほどなるほど。新生マシバ量、いやほんと多いな。そう、伊達さんの時もだったけど、なんかキーになる一体がね一気にレベル上がると絆ね進むんだよね、いろいろと。でこれは初期宮田くんかな、任しとけと。でさらに悪魔投入、これもまた、ユニゾンの、沢村マシバですね。ほい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 。続いて日本フェザー級タイトルマッチ、これは仙道がレベル上がったからかな。悪魔の拳、悪魔の拳も沢村マシバか。沢村マシバ絡み多いな、こう見ると。で、渾身の一撃、これは一番レベル低いのが、アーニー宮田ですね。10まで来たので、上がってきたよと。執念の拳、これは、マシバと、木村のやつだね。で似て非なるもの、これはあれか、全日本新人王の時のスマッシュのカードがレベル5になったので、絆がね進むよっていうか、これすげえな似て非なるものの絆の上昇率すごいな、 100% 超えてんのか。あ、これかなり戦力アップ。はい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 、なるほどね。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。んー、まあそうね、直接の戦力アップになるようなキャラは最近引けてないんだけど、割と絆のキーになるようなキャラは、引けてたので、地道にねコツコツ戦力アップできてるかなという感じですね。まあ、できればねレッツコンプラスのキャラ欲しいけど、そこはなかなか難しいよねということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。